はい、どうも、うずです。暑いですね、相変わらず。8月下旬、今、佐渡島の方に戻ってきて、早速動画なんですけれども、8月20日ですよね、先日、ついにファイナルファンタジー16の PC 版が、予約が開始になって、体験版もね、PC でできるようになって、今 Steam 開いてますけど、 Steam とあと Epic Games かなで、ファイナルファンタジー16が体験版をまずはプレイできるようになりましたとは言っても、ファイナルファンタジー16って、まあ、またこれもね、いつも通りなんですけど、賛否両論分かれた作品になります。で、特に今回は大きくね、分かれる要素がやっぱりあったんですけれども、そこの部分もちょっとまとめましょうか、久しぶりに。まずはファイナルファンタジー16良かった点でよく言われていたのが、グラフィックがともかく綺麗、まあ、これはいつも FF 綺麗なんですけど、今回でもすごいセンスのいい美しさグラフィックになっていて、召喚獣、敵、味方含めてすごいビジュアルのいいものが多かったですね。で、アクションがかっこいいってところがあって、今回の FF16 はアクションゲームよりの RPG だったので、アクションに関してはかなり評判がいいという方の評価は多かったんじゃないかな。そして音楽も良くて、音楽すごい気に入ってたんですが、あとストーリーも良くて、まあ、ストーリーはね、好みとかもあるとは思うんですが、私は大好きで、全然良いストーリーだったと思います。それが良かった点で、悪く言われてしまっていた点は、ストーリーが基本的には一本道、探索要素があまりない。ないわけじゃないんだけど、なんか従来のね、ジャパン RPG みたいに、こっちに、なんか隠しアイテムがこっち行ったらあるとか、そういうのいろんな探索をするようなものではなく、まあ当然オープンワールドでもなく、そこの部分がちょっと評価が低くなっちゃったなって、よく思わなかった方が多かったかなっていうところはありました。で、そもそも FF ナンバリングタイトルにアクションゲームは求めてないって方が多くて、そこがね、すごくマイナス要素に働いちゃったところもありました。そして全編、全体的なフィールド、戦闘、ストーリーを通して、全部暗いです。もう暗いゲームなので、そこの部分も、まあ、あんまりいい評価は得られなかったって部分かな。私もどっちかというと FF って暗い部分もありながらも、明るい要素が多くて、開けたね、空のフィールドとか、まあ、空のフィールドっておかしいな青空がね、見えるシーンが多かったりとか、そういうのを望んでいたのですが、FF16 に関してはもうほんと暗い場面ばっかし、 PS また落ちたね、 PS や PC また落ちたね、だったので、そこの部分がすごいっていう状態でしたね。まあ、そもそもファイナルファンタジー16っていうのは、吉田さんが、吉田さんのテイストで、FF ってこういうもんだをゴーッとね、出したゲームだったので、まあ、召喚獣バトルだったり、まあ、クライブのストーリーだったり、そういったところが、まあ、吉田さんテイストという意味では私は良かったなと思うんですけど、それが尖りすぎてしまってたために、難しい判断のゲームになっちゃったなっていうのがありました。はい、そんなファイナルファンタジー16なんですが、個人的には十分楽しめましたし、追加のダウンロードコンテンツ、これも、まあ、2つ出ましたけどね、2つあったんですけど、まあ、それぞれ楽しめましたので、まあ、そのファイナルファンタジー16の金額と、使った時間というバランスで関しては、私は十分満足度の高い作品だったと思います。なので、まあ、ファイナルファンタジー16に関しては PC 版で改めてやりたいっていう方、初めてやりたいっていう方は、ぜひ、まあ、試してみて、気に入ったらそのまま、お気に入りとして評価していただければなと思います。はい、評価が分かれる作品なのは間違いないので、心配な方はいろんな方のレビューとか、プレイ動画かな、まあ、ある程度見て、判断していただければと思います。ちなみに体験版だけだとね、こんなゲームなんだっていうのは分かると思うんですが、ちょっと掴みにくい部分もありますので、はい、そんな形でいろいろなものを参考していただければと思います。はい、そんなファイナルファンタジー16、コンプリートエディション、通常版、あとはダウンロードコンテンツはそれぞれ別々のやつかな、エクスパンションパスとか、などなどがいろいろと発売されますので、自分の欲しいバージョンを選択していただければと思います。個人的にはこのコンプリートエディションかな、全部入りなのかな、はい、ダウンロードコンテンツがしっかり入ったやつがおすすめではあります。はい、こんな形で、久しぶりのね、ちょっとゲーム話だったんですけど、皆様は、ファイナルファンタジー16、また久しぶりにね、ネタになるので、思ってることがあったら、コメントのとこに、いろいろ書き込んでください。普段からゲームの話、あとはカメラ、ガジェットの紹介をやってる YouTube チャンネルなので、趣味、興味のある方は、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでも実際、ファイナルファンタジーね、いろんな意見があると思うんですけど、新作が出るたびに、ナンバリングで特に、ね、出るたびに、なんかこう、前作と比べてとか、過去と比べてはどうのって言われちゃうので、まあ私は、これね、ファイナルファンタジーもナンバリング制度やめたらいいと思うよ。もう16までいっちゃったし。だから今回の FF16 で言えば、ファイナルファンタジー、クライブ。まあこれが合ってるかどうかわかんないけど、もうその作品単体で FF シリーズの作品っていうのにもしちゃっていいんじゃないかな。なんかナンバリングタイトルにすること自体、なんかすごくハードル上がっちゃうし、なおかつダメだダメだってずっと言われちゃうんで、
はい、もういっそのことをナンバリングは省いていいんじゃないかなと思います。はい、っていう個人的な意見でございました。ファイナルファンタジーか、 PC 版どうしよう。